という形でホームページに掲載をされたということは我々としては承知をいたしております。しない約束でしたけどね。まあどこでもある話っちゃ話ですよ。まあアメリカも似たようなもんかと思われてもなかったですけども、まあよくある話でしたんで、これまでもいろいろ2人だけでやった話がどんどん外に出るなんて話はよくある話なんで、我々も驚く話じゃありませんけれども、これはご自身のメモだと考えておりますんで、有識者個人の話についての行動だと思いますんで、私の方から特にコメントをすることはありません。丸山穂高君。まあいろんな状況があるんだとは思うんですけども、まあしかし出ているので、まああれを前提にお話しさせていただいて、まあ違うかったら否定をいただければいいと思うんですけど、まあそのメモ、大臣曰くメモによるとですね、まあ教育と議論の中で特に麻生大臣は先ほど来申し上げているような、企業内の内部留保を吐き出さないこの状況を何とかしたいというお考えで、それが私はこの今回の短観にも設備投資計画の中で、如実に表れていると思うんですけども、まあ、一方でなぜじゃあ企業側がその設備投資なり外に賃金なりに吐き出せないかというと、やっぱり最終的にはこの景気に対する不安感、特に国内であれば、まあ、海外の新興国経済は、まあ、日本一国でどうこうできる話じゃないので、しかし国内消費の低迷に関しては企業側も如実にこう感じているから、だからこそおそらく吐き出すという方向に、まあ、いかないんだと思うんですね。でそうしたときに、そういう意味でクルーグマン教授は、まあ、財政出動の話をかなり強めにされていて、何よりもショックが必要だと、ショックトゥブレイクでしかね、ブレイクするための、まあ、ぐらいのできるショックが必要だという話を、されたようですけども、この財政出動について、財務大臣、まあ、議論をされたと思うんですが、それを踏まえてどうお考えになりましたか。麻生財務大臣。私からクルーグマン教授に対して日本の事情はご存じないかどうか知らんが、日本では少なくともこの3年間の間に340兆円の内部留保ということになってますが、この3年間だけで見ると約49兆9000億の内部留保が増えとる。去年の場合は出ていませんので、この2年間でそれだけ出ておると。でその中で設備投資に回った分が約5兆、そして賃金に回った分が約5000億ということになってますんで、そういった意味では私どもとしてはこういった設備投資に回るか、またいわゆる労働分配率を上げて賃金に回るかしないと消費は増えない、消費が増えなきゃ設備投資が増えないという形になってくるんだけど、これを刺激するためにはどういうものがあるのかということに関しては、その答えはそれに書いてある通りに、賃金を引き上げる要請をするのは正しいという答えと、いわゆるデフレの脱出速度に届いていないんだと。したがって企業が思い切った設備投資を、なんていうの、そういう設備投資やっていく、まあ、設備投資踏み切れんというのが現状ないじゃないのかっていう議論、いただいたんですが、これは1930年代にアメリカが高橋是清大臣の案を採用してニューディールという政策を、いわゆるアメリカの大統領候補だった民主党の大統領候補だった人がこれを採用して、これが俺の新しいディールだと名前くっつけたのがニューディール、高橋是清のパクリじゃないかというようなことを言った当時日本人はいないんですけれども、私たちから見ると丸々ですから、そう思い、歴史を読んでそう思ったんですが、この時も似たような形ですごく勢いで回復したんですけど、企業の設備投資は増えてないんですよね。あれ見ますと かなり時間がかかるものなんで、長い間設備投資に金を借金してまで金を突っ込むかということは、企業家のマインドとしてはなかなか貸し上がりだ貸しぶりだ食らった人たちが今ちょうど偉くなって一番結論を下ろす立場にいる人になっている方が多いもんですから、なかなか軽気にならんねえって 4、5人伺いましたけど、答えは皆同じでしたしなんで、あいつらに今更おじいなんかされたかないよとかなんとか、もうものすごく言い方は厳しいですよ。だからそういったような話になってますんで、これは銀行側も金利ほとんどなしで借りれって言ったって借りないっていう話をしてるわけですから、これはなかなかマインドとして切り替わっていくのは難しいなと思う傍ら、需要としてはある程度財政いわゆる出動で伸ばさなきゃしょうがないじゃないかというのが、まあ
いろんな方々の言い分であるんだと思いますが、これだと限度がありますんでね、だからそこのところの内容にどれくらいにもう切り替わってくるかというのを我々としては最も気になっているところです。丸山穂田君、まあ、企業はそういう状況で、まあ、しかし政府としてはやるべきことをやらないとですね、まあ、このまま景気後退局面が後退になるわけにもいかないと思いますので、しっかりやっていただきたいんですが、しかし、まあ、日銀はかなり、まあ、異次元のレベルで、もう数年前だったらそんなことありえるかなって言われるぐらいのことを、まあ、マイナス金利にしても量的緩和にしてもやってますね。一方で、あと政府側が取れる政策としては大きいのはやはり金融政策と、もう一つ財政政策の方だと思います。まあ、そういう意味で麻生大臣の動きが今後非常に大きくなってくると思うんですけども、まあ、一つ財政出動がまあ一方で限界があるという話がありました。一方で消費税も今回まあ上げるというまあ法律を通してますんで、上げないという判断になると、それは財務省にとっては非常に厳しい判断になると思うんですけど、しかし財務省にとっては厳しい判断でも、おそらくタイミングとしてはかなりこの景気に与える影響がどちらも大きくてですね、どちらもまあアベノミクスの成功製品をですね最後に握っているところだと思うんですけど、これ麻生大臣も消費税を延期するのも否定的で、そして財政出動も否定的だという今のお話だと、財政出動も少し後ろ向きかなという気がしたんですけど、どちらも後ろ向きなんでしょうか。麻生財務大臣。財政につきましては、まずは何といっても平成27年度の補正予算を速やかに執行してもらう、これ一番大事なところです。それから28年度おかげさまで年度内に予算が通過をしておりますし、関連法案も同じく31日に通過をいたしておりますので、この関連でいきますと、まずはそういったものの執行を前倒しにする。で、前倒しも大体通常ですと60何パーセント台なんですが、今年は80やってもらいますということを今朝申し上げておりますので、8割をやったことっていうのは過去これまでの中では麻生内閣の時1回、あれが8割だったと思いますので、それ以外はほとんど60% 台後半ぐらいのもんだと思いますので、そういった意味では大きなもんだと思いますが、それ以後私その上で状況を見ながら私どもとしてはどうやってやるかというのはそれ以後の判断になろうかと思いますが、何回も申し上げておりますけど、経済再生と財政再建といえば、経済再生をしながら財政再建をするんであって、財政再建でやろうとした場合はどうなったかって過去にもう例がありますので、私どもはまずは経済成長をやって財政再建というのは順番からといえばそういうことになろうと思います。ただ目的は両方やるという意識を示さんと国際的な信用はなくなりますので。丸山穂田君。よくわかりました。ありがとうございました。